ジェイミー・モイヤー、ジェイミー・モイヤー、ジェイミー・モイヤー、1962年11月18日隊は、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州バックス軍、セラーズビル出身の元プロ野球選手、投手、左投げ左打。30代半ば頃から本格的に開花した遅咲きの投手で、後日のように多くの年長記録などに名を連ねている。 ペンシルベニア州フィラデルフィア郊外のセラーズビルの出身。フィラデルフィアフィリーズのファンとして育った。1980年にフィリーズがワールドシリーズ初優勝に輝いた時には高校を抜け出してパレードに参加していたというエピソードもある。フィラデルフィアにあるセントジョセフ大学に進むと AS として活躍、同大学で唯一の永久欠番に指定されている。 の MLB ドラフトでシカゴカブスから6巡目指名され入団。6月16日のフィリーズ戦でメジャーデビューを果たし、同年8月16日のモントリオールエクスポーズ戦でメジャー初完封を記録た。12月5日にトレードでテキサスレンジャーズへ移籍したが、11月13日に解雇され、1月9日にセントルイスカージナルスへ移籍。 シーズン終了後の10月14日に解雇され、1月8日に、フルスのカブスと契約。3月30日に左肘を故障していたも、いやーに球団のファームディレクターから、君だったら、優秀なコーチになれる。選手を引退して、マイナーの投手コーチをやらないか。と打診されたが拒否したために解雇された。開幕後の5月24日にデトロイトタイガースと契約したが、メジャーで、 プレーできずにシーズンを終え、12月14日にボルチモアオリオールズへ移籍し、ゆっくりと才能を開花させていった。は、開幕をボストンレッドソックスで迎え、7月30日にダレン・ブラックとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍。その後、安定した成績を収めるようになった。2、自己最多の17勝を記録し、チームは地区優勝を果たし、モイヤーは、 初のプレイオフを経験。8月27日のクリーブランド・インディアンス戦で通算100勝と通算1000奪三振を同時に達成した。2は38歳にして自身初の20勝、2は40歳で21勝を記録した。6月8日に通算200勝を達成。マリナーズでは11シーズンで145勝を挙げた。これは球団最多記録である。 7月末にヒューストンアストロズへのトレード話が持ち上がった際は拒否したが8月19日に若返りを図るマリナーズのチーム方針と当時ワイルドカードを争っていたフィリーズとの枠が一致しトレードで移籍フィリーズでは5勝を挙げ球団最年長勝利投手となった10月26日に球団は2008年までの2年総額150万ドルの契約を結んだ は44歳と高齢にもかかわらず、チームでただ1年間を通して先発ローテーションを守り、33先発で14勝を記録し、健在ぶりを示したが、一方で防御率は5.01と、やや精細を欠いた。45歳で迎えたは、16勝7敗、防御率3.71という堂々たる成績を残した。特に勝ち勝率は、 チームトップであり、フィリーズの地区優勝に大きく貢献した。45歳以上でのシーズン2桁勝利投手は、ジャック・クイーン、1929年、サチェル・ページ、1952年、フィルニー・クロ、1984から1986年に次史上4人目、6度目であり、16勝は84、85年のフィルニー・クロに並ぶトップタイである。 またこの年の5月26日のロッキーズ戦で通算235勝目を挙げ、史上6人目となる全39弾から勝利を記録している。も先発ローテーションの一角としてシーズンを迎える。オールスター以後は先発から外され中継ぎでの登板を強いられることもあったが、それでもたびたびを見せてチーム最多大なる12勝を挙げ、存在感を示した。 5月7日のブレイブス戦では、9回にアンダム四球後、脱三振で完封するなど、依然衰えぬ投球で、MLB 最年長完封記録を更新している。同年の MLB ドラフトで、内野手である息子、ディロン・モイヤーが、ミネソタツインズから22巡目、全体675番目で指名された。2010年シーズン終了後、契約が切れ、 フィリーズの40人ロースターから外れた。その後、ウィンターリーグに参加するが、そこで左肘に、選手生命に関わる怪我を負う。12月1日に、左肘のトミー・ジョン手術を行った。手術後、モイヤー財団の公式フェイスブック上で、スーパーマンはカムバックするとコメントを残した。は、手術のリハビリのためプレイせずに復帰して、コロラドロッキーズとマイナー契約を結び、 スプリングキャンプの招待選手を経て、開幕先発ローテーション入りを果たした。その後、4月17日にパドレス戦において勝利し、メジャー最年長勝利記録を更新、49歳151日、した。しかし、6月1日にロッキーズをリリースされ、6月6日にオリオールズとマイナー契約を結んだが、3A で3試合登板後に、 メジャー昇格とならなかったため6月23日に本人の意向で契約解除となった。6月25日トロントブルージーズとマイナー契約を結んだ。7月5日に放出された。9月7日、モイヤーは往年の名ナックルボーラーであるチャーリー・ハフとティム・ウェイク・フィールドにナックルボーラーとして復帰が可能かを相談していたことが報道された。しかし、 同年10月2日のラジオインタビューにて、私はやり遂げた。もう復帰することはないと思うと事実上の引退を表明した。その後、よりマットステアーズと共に、フィリーズの球団専属解説者を務めている。フォーシームでも、時速1 3 0トル程度で、主に使用する球種は、シンカー、約時速1 2 0トルや、チェンジアップ、約時速1 1 4トル。 時速 100km を下回るカーブなど多彩で、それらを抜群の請求力と緩急で操る。事前事業家として知られている。ジェイミー・モイアー財団を、夫人のカレンと運営しており、医療関連施設を中心にサポートを行っている。また、オフにはチャリティで、ボーリングトーナメントを主催している。これらの活動が評価され、2003年に、ロベルト・クレメンテ賞を受賞した。 2006年にはマリナーズ時代に6シーズンを共にした一郎も同財団主催のチャリティーイベントに協力している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。